皆さんこんにちは。本日は休日の一日のルーティンを通して私が買ってよかったもの、愛用しているものをご紹介していきたいと思います。起きてからはまず SNS を見たり YouTube のコメントをチェックするようにしています。皆さんがコメントしてくれることで動画撮影のモチベーションにつながっているので、いつも本当に助かっています。これからもコメントやいいねをくれるとすごく嬉しいです。こちらはゆで卵を電子レンジで作るもので、卵と水を入れてレンジで加熱するだけでできる便利グッズです。最大4つまで作れて、わざわざタイマーをしてお鍋をセットしなくてもいいですし、何か別のことをしながらゆで卵が作れるのでめちゃくちゃ助かってます。半熟卵を作りたい場合は600ワットのレンジで6分、その後放置で4分で合計10分ぐらいあれば作れちゃいます。なんかゆで卵って別に難しい工程もなく作れるんですけど、お鍋出してお水入れてみたいな、このちょっとしたことでもめんどくさいなーって思ってしまう日もあって、そんな時に手軽に作れてとても気に入ってます。ゆで卵をよく食べるという方は持ってるととても助かる商品だと思います。ちなみに殻も剥きやすいです。これから飲むのは金の青汁の純国産大麦若葉というもので、これはビタミンやミネラル、食物繊維を取る目的で飲んでいます。国産で無農薬無添加という安心ももちろん選ぶポイントなんですけど、味も美味しくて溶けやすいっていうのが気に入ってます。私は牛乳や豆乳で割って飲んでいます。
朝ごはんが終わったら食器洗いですよね。私はこのスポンジをずっと愛用しているんですけど、水切れ、泡立ち、耐久性、すべて良しといったスポンジで、本当にへたらないのでコスパもいいんですよね。いろんなスポンジを試したんですけど、このスポンジに出会ってからはもう他のものは使えないってくらい気に入ってます。ただ本当にへたらないので、これいつ交換したっけみたいなのになっちゃうので、私は月1で交換するようにしています。朝食後は動画編集をすることが多いんですが、集中力が途切れたりすると息抜きのために散歩をしてコーヒーやおやつを買って帰ります。帰ってきたらすぐに動画編集に取り組みます。私の場合は動画編集にだいたい20時間くらいかかるので、こうやってちょくちょく時間を作っては動画編集をしています。晩ご飯用に作っておいた鶏ハムを冷蔵庫で冷やします。この保温調理器なんですが、本当に便利なんですよ。こちらはほったらかしでおかずを作れる調理器具で、コンロにつきっきりにならずに作れるところが気に入ってます。私は鶏ハムを作ることが多いので、お湯を入れて蓋をして30分放置するだけで簡単に作れます。保温調理なので技いらずで鶏ハムがしっとり仕上がってくれます。他にも肉じゃがやカレー、煮物、スープなどいろいろなものが作れるらしいので、レシピを見て今度作ってみたいなと思っています。お昼ご飯は麻婆豆腐丼とスープを作ります。この今使っている包丁がもう何年も愛用していて、買ってよかったなと思っているものなんですが、グローバルという日本製の包丁で、オールステンレスの一体型になっているので洗いやすくて衛生的なのがとても気に入っています。切れ味もよく長持ちするんですが、やはり定期的なお手入れは必要になってくるので、セットで購入すると専用のスピードシャープナーがついてくるので、これならとても簡単に研ぐことができます。で、これですね、カルディオリジナルの黒の麻婆豆腐の素ってご存知ですか？簡単に本格的な麻婆豆腐が作れて美味しいんですよ。次に買ってよかったなと思うのが、無印良品のシリコン調理スプーンです。これ一つで炒める、すくう、混ぜるのはもちろんのこと、調味料をかき集めたり盛り付けまでできるので、これ一つあれば何役もこなしてくれる便利な調理スプーンです。黒いのでカレーとか麻婆豆腐などの色移りが気にならないのも気に入っています。お昼ご飯を食べた後は大体ソファーで iPad を見ながらゴロゴロすることが多いんですけど、こういう時にちょっと寒いなっていうのでとても重宝しているのが、こちらの充電式の湯たんぽになります。
これは本当にあってよかったなと思うもので、充電することで中に入っている液体を温めるので、お湯の入れ替えっていうのが不要なので、とても便利で使いやすいです。肌触りのいいカバーがセットで付いてきて、寒い季節に足元やお腹、腰などに置いて温めてくれるので、とても重宝しています。15分くらいの充電で、だいたい6時間くらい暖かさを持続してくれます。私は週に1回はカロリーを緩めに計算する日を作っていて、ストレスをためないようにしています。最近購入して気に入っているのが無印の耐熱ガラスマグカップです。シンプルなデザインでとても軽くて持ちやすく、洗いやすいことが使いやすいなと感じています。ハーブティーを入れるときに色の変化が見れるのも気に入っています。ちなみに電子レンジにも使えるそうです。食べた後はできるだけ体を動かすようにしています。だいたい10分くらいの家トレをすることが多くて、今日はお腹とか今日はお尻とか部位を決めて行うようにしています。で、今私が使っているのが筋膜リリースというもので、軽い運動をした後や長時間座っていて肩とか全身が凝った時に全身をほぐすために使っています。体を乗せてコロコロ転がすだけなので簡単なんですけど、結構ね、痛い箇所もあるんですよね。冷えやむくみが改善されて、やった後に体が少し軽く感じるので定期的にやるようにしています。夜ご飯は最近ハマって作っているサバの炊き込みご飯を用意します。これ本当に美味しいんですよね。材料を入れて炊飯器にお任せなので簡単に作れるんですけど、お米2合にサバ缶味噌1つ、醤油大さじ2、みりん大さじ1、生姜チューブはお好みの量です。あとは炊けるのを待つだけです。お昼に冷蔵庫に冷やしておいた鶏ハムの上に乗せるネギ塩を作ります。これを乗せるだけで鶏ハムがまた違ったおかずになって、お箸が止まらないくらい美味しくなるのでおすすめです。ちょっと動画で塩を入れてるところが撮れてなかったんですけど、少しだけ入れてあげます。私は毛量が多いので髪を乾かすのに15分くらいかかっていたのが、このソリスのヘアドライヤーに出会ってから7、8分くらいになりました。朝時間がない中、髪を乾かす人には特におすすめです。重さは 755g と少し重いのですが、握りやすかったりドライヤーの形がいいのか手が疲れるといったことは私は感じていないです。冷風もあるので最後にかけてあげると髪がしっとりまとまります。ボタンは2つあり、3段階式で温度の調整と風量の調整ができます。ただ音は少し大きいことと、コードが少し固めで長いので、まとめたりして収納する必要があるのは慣れる必要があるのかなと思います。金額は少し高いのですが、髪を乾かす時間が格段に減ったので私は買ってよかったなと思っています。今紅茶を乗せて使っているのが IKEA のワゴンで、ロースコグという商品なんですが、スチール製で頑丈な作りになっていて、シンプルなデザインがとても気に入っています。あれこれね、散らかっていたものもカテゴリーごとにまとめて収納できるので、あれどこに置いたかなっていうのがなくなり、キッチンもすっきりしてストレスが減りました。キャスターがついているので移動も簡単にできるようになっています。収納だけじゃなくてサイドテーブルとして使えるので、これ1台あればとても便利だと思います。いかがでしたでしょうか。最後までご視聴していただきましてありがとうございます。皆さんのおすすめのキッチン用品があればぜひコメント欄に書いてください。それではまた次の動画で。